ちょっと中退て はい、皆さん、こちらのご覧<ー>いただきありがとうございます本日はドクターストーン最終回、こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします <laughs> えー、ついにね、こちらの作品に関しても最終回ということになってしまいましたえー、前回ね、氷河に対して、え千、ー、空と司この二人で立ち向かうという流れになりその中で司がやはり傷を負っていて、まあ氷河との戦いに苦戦していた中最終的にね、決着をつけたのは、千空のね、電気ショックっていう形だったんですが、まあ ここの後の、ね、このつかさの後ねね方なんですよ、ね、結局氷河に槍で貫かれてるっていうことを考えるとどうやっても助からないんじゃないかなっていう今流れがあって。 こうなっったたらら助けるとなったらやはりのでここの最終話に来てそんな出してくるかなとか思っていやどうすればいいんだろうなっていうねやっぱりここでお別れなのかなつかさとっていうさいやけど未来ちゃん復活したばっかなしさそれはないんじゃないかなっていうねそういうところもあってとにかく今回最終話は司がどうなるかっていうところが最大の注目かなというふうに思って おりますそしてこんな状況でもね殺さずにいた氷河この氷河の処分がどうなるのかっていうところもね化学王国に連れ帰った後になるのかなまあ、そこら辺でどう描かれるのかっていうところもね皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っておりますこの流れだとあれかな氷河も結局は仲間になるのかな殺してないしっていうところもあるじゃないですかあんな危険人物下に置くってなるとやっぱ幽閉なのかな幽閉ってなるとねまたいつかそのうち反乱を起こしそうな 気もするしみたいな。まあちょっと考えても仕方ないんでね。まあこのまんま一気に最終話見させていただきたいなというふうに思っております。今えーと、だけに皆さんも録画したものもしくはビジュアルものを使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内されました本編スタートです。よろしく頼むぞさあ、あ、あ、そうか。この子抜け出してたんだよね。え？ ややっとつまためんどくさいことになるじゃんこれ。おあー怖っ怖くあー追いついてるあー、みんな来てる。あー最終回らしいよかった、まあ、これ以上複雑になんなくてよかったわいやけどこっちよいやこれどうなんのなんかこの線 全然焦ってないつかさがあんな状態なのになんかやっぱ柵でもあんのかなんとりあえずこれで氷河はねうん殺さないんでしょ結局いやけど氷河は危険な気がする <laughs> ダメな大人だな俺は。 うーんなるほどねいやてかつかさえ結局何ここでお別れって感じじゃないの助かるの普通になんかいや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 えそんな感じ 俺、あの場所でなんか司の手を握ってみたいな感じだと思ったのにえっ <laughs> いやまあうんうんよかったっちゃあよかったけどえ助かってたってことじゃあ司はええー、なんか違和感を感じちゃうんだけど だってあの場で満身創痍というかもう瀕死だったよね司はなんか肺に穴がとかなんかなんであんな普通にこんな誰も声かけず運んで「よっしゃこれで大丈夫だぜ」みたいな「氷河もう,うんちゃらで」みたいな「えー、どういうこと?」もう助かるっていう前提でいいのかなこのなんか旋空とか琥珀のさ 普通に話してる感じもうそう受け取ったよ僕はで結局ね氷河はね捕まえるんだよねやっぱ優しいな退治と伊い空といい俺はダメな大人だな氷河は絶対になんかあるってあとあとこのさで仮にこれでって司がここで本当に問題がないんだとしたら この最終回どうううなるんんだだろろ何を描くんだろうねいよいよあれかな次の何かステップってことでいやけどあれでも洞窟壊れちゃってるしな洞窟をまたあれかな掘り当てるというかどう終わらせるんだ最終回ちょっとわかんないなさあプロローグ・オブ・ドクター・ソーえ ちょっと待って。いやマジで司どうしたプロローグって何いやいやなんでこんな平和になっちゃってんのえなんか時間経っちゃってないこれ。えちょっと待って。マジでやらないつもり司のこと。いや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 。 みんななんか普通にいやーこれはねゆずりはちゃんのこれは尊い仕事だよねうーん行けるの行けるのでその駅はだって壊されてなかった洞窟えこれ誰なのそしてもうあれか若い人以外も復活させる流れなのかなこれ。 おいえっ誰何してんのそれえ締め切りえ誰漫画家あー漫画家なんだ分かってて復活させたんだねしかも今の感じえああ そういうことか、悟空とか出てきたやつね、これね。ここすごい良かったよ。ジャンプらしいっていうか。あーけどエンターテイメントは必要だよね。ああ、ようくん。<laughs> もうわけわかんないよね。逃げてるって言っちゃうのね。

いやいや、立体パズルだから超大変だよこんなの才能がないとできないよねユズリア、すごいよ、あなたうんえまだ生きてたんだね、やっぱり、司さ、急にいやいや、これどんだけタグなのよ 何をてか最後なんだったら千空ともっと話すとかそういうシーンがあってもと思ったのにうーんそれを全部覚えてて今メモさせてたのかいやなんだかんだすごいよねそういうところ司さってもうちゃんと全部背負ってたんだね責任を。 で、そのやっぱ責任を軽くしてあげようとうんいやいやつかさんはちょっと <laughs> ええー、あ琥珀ちゃんもそれ聞いてるんだ外でうわー電話が普通になってるあっ おじいちゃんたちああ今やっと戦勝報告なんだねうんみんなでこうこよってたねあのおじいちゃんおばあちゃんたちうんえどういうこともうせんえつかさあええー、おいおいもうんやっぱそういう流れだよねどうするんだろう 何がえ隠し味食べ物何何だそれクロロサクサンだと全然分からない <laughs> 何なのよこれえ飲み物あそういう感じええー えけどさ中をさ手術とかをしないとどうにもならないでしょ貫通してんだからなあの記者の人とかになんか聞いてないのかね石化してる人でそんな都合よく出てこないのかやっぱうんこの二人は結局ね幽閉になるよね うん、こんなことで処分が甘すぎるっていやーこれ絶対これ3期があったらなんかありそういやーけどどっかで折れとやっぱ仲間になってくれるって流れかな もう怖くセクシーこういう話してんのに惚れてんだねえあるのあったのえどういうことええっ石化どうやって 石化させる方法なんていつの間に思いついたの編み出したの先クはおうおおおえあっはっ未来ちゃんかちょっとスイカかと思ったよあれ取った似てるな少しうんもうこの喋り方たまらないわほんとにこのゆずりはと未来ちゃんが今俺の中でツートップかいや怖くうん やっぱ手術的な感じいやいやいやちょっと怖いってうんーけどそこら辺はつかさんのね強靭な精神力とかでうんー <laughs> 問題ないっていうかな <laughs> そういう感じか <laughs> やばい けどどうすんの冗談さておきさ化石にすねどうやったらけ確かにしちゃえば戻りそうだよね中はうんうん希望は捨てないんだね もう早く付き合うのか結婚しちゃうのかしちゃえよ <laughs> この二人あだからもうそういう感じか石化して何年かまた寝かせるみたいなでそこら辺の原理が理解できたら復活させるみたいなえー、皮肉だね いやーずーっと石化してた妹をさやっとめくり合えたのに今度自分がこの兄弟はもうお互いに眠ってばっかだそこよ、うん、失礼しましたえ今からえじゃあその間はどうすんの そうよえどういうことどういうこと何を言ってるのかなあ冷凍保存的な感じ。うん〜ん 千くんの覚悟いやー信じるっしょ <laughs> もう熱いもうこの二人の信頼関係がすごいうん <laughs> お互いに一回ずつ殺され合うのは。 なんて皮肉だよここに来て <laughs> で。でつかさが瀕死の状態であろうとうまくまた石化をできるようになればっていうことか。ってことは何だこれは石化をさせる方法を探すたびに出るって流れになるのかな船何船っぽいね。違うかあああ取っちゃったのね どういういこと何しようとしてんだ今度は <laughs> ここら辺はあれかこのね状況を見るのが <laughs> また増えたねこういうのがえああ保存しとくのにか,なか洞窟とかのあの冷たいところを生かして自然の流れの冷蔵庫的な感じかと思ったけどつかさ冷やしとくの作っちゃうのね はあ、えー、そういう感じなの俺もよくわかんねえわ金の糸が入ってんのだよねもうそしたらだって冷蔵庫に金の糸そんな入ってたらねうん ほうあー食べ物もかいやこれはすごいねゆくゆく自由に使えるようになったらや <laughs> やべえやべえようんだこの石灰のこれをやった人が人だとしたら何を目的に作ったかだよね結局。 うんまあそういう発想があるからこういう石化の使い方もね思いつくんだろうねそういうのをまざまざと今ね司の横でうーんえ石で作ったのかうん最後は二人でか うん、いやいやいや何を語るんだろうかいや今思うとすげえ場所にあるんなこれちょっとあんな縄を渡って降りたり登ったりしてるけど今ね こういうので眠ってる人もいっぱいいるって言うじゃん将来さ今は治せない病気が治せるようになったらっていうさうん何何何急にいやもうけだいぶもう表情まで。 うーん今までね友達としてなただただああいうたわいのない話をしたいんだねあ<っ>あの子うん だからこれはそうだねああ漫画家さん <laughs> 頑張ってるねすごい特徴のある頭だな <laughs> どうなの うーんそうだよねそんなこと言わないよね「怖くはこれか待ってんのかな?え」え何そんなこともしてんのいや本当にたわいもない会話だね。 逆にそれがいいけど今までなかったもんねこんなのうわ懐かしいあいやそのまんま一緒にな 考え方さえ偏ってなければ過ごしていたらどうなっていたのかっていう全く違う形になってたからねこんな対立するさあやつらもいないしあもう返事しないのかないや大丈夫司。 ちょっと待って、コールドスリープする前に死んじゃうとかないよねああ、ああ、もう返事がないの分かってて泣いてんだ。え、とりあえず死んでないんだよね ?OK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 。眠りについたのね。うーん。あ、未来ちゃんかな今の。 うん、だよね今度はねえあーもうこの兄弟やばくねもうちょっとやめて <laughs> もう,うーちょっと <laughs> いやー まあこうなるの分かってたのに、ああ、いやいつ復活すんのこれね、つかさ、なんだ、あ増えたね、やば、百人くらいいるかな、なんだ今度は、何を言うんだ、また無茶を言いそうだな。 そこよいよか <laughs> 最悪だねうーんだから、人なのかなおおゲットするうんそうだよね司のためにもうーん時間差みたいなのあったもんね ってことはやっぱ船か飛行機は絶対ないだろうしあ歩いてくのうーんそうね <laughs> どうすんのえ歩きいや歩きなはずないわなここ日本だしだ船かな空え うんだよね船だよねでこれそのうちけど飛行機とかもあんのかこのおいいやいやいやすごいねえー、他の大陸には生きてる人とかいるのかな実際問題いやいや全員で行くのいやあれかまたちょっとお別れありそうだねおじいちゃんおばあちゃんたちはもちろんだけど。 主要メンバーで <laughs> このメンツはいくよねもちろんねこれ氷河とかどうすんの置いてく形うーんもうメンツ的にはすごいけどいやちょっと琥珀の押しですごいセクシーなんだけどうーん 出た <laughs>、うん、けど多分この琥珀たちが想像しているよりとんでもない船を作りそうだよねだって海を渡るってなったらやばくないそれこそまたあのあれかなスチームゴリラ号に使ってたさああいうの使っていや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 マジっすかなんだこれえ誰何 えあなた誰何何今の最後の人は誰よ司みたいな見た目だったけどだから若者えな何なのえー、これから向かう先の大陸にいる人みたいな感じえどういうこと今の誰なのよけどあの人が結構大事なキャラクターってことなんだろうね。 これから船を手に入れてそれで向かった先でって流れなのかな、まあ、とりあえずけど船を作るね材料とかはあんだけの人がいれば、まあ、作ることはできるだろうし、まあ、船関係のあれなのかな今の人がねそういう可能性もあるよねでその船がまたどんな船になるかってとこだよね結局ね手漕ぎなんかで絶対ダメだろうし反戦になるのかまたスチーム系がね蒸気系を使ってっていう形になるのかエンジンみたいなそういう どどここままでで行くのかさどこまでやるのかかさやるだよね船もねつかさはもうね眠る形になっちゃったけど今度いつ復活するんだろうか未来ちゃんが面倒見てってことで多分つかさを置いていく流れになると思うんだよね。 だからこの船で外に出てってまた戻ってくるさ結局つかさのためでもあるわけじゃんその石化を解くとかさ石化にするとかっていうのはその船で一回このお話が終わってからいよいよつかさって流れだろうからま出てくるのは最悪アニメでも4期になってからって形だろうなこれ外に飛び出したらどういう世界が待ってんのかっていうのがまたねすごい楽しみだし実際問題ねそのね光が発生した先に一体何があるのかっていうのもねワクワクするし これからまた先空がねどういった人たちを復活させたり、まあ、どういった科学をね作っていく発明していくのかっていうのも楽しみだし本当楽しみしかないよねこの作品に関してはねはいというわけでね、えー、今回「ドクターストーン3ヶ月間見させていただいたわけなんですが<ー>ま一緒に見ていただいた皆さんね少しでも楽しんでいただけたでしょうか <laughs> またねこちら3期4期とね続いていく限りはリアクションさせていただきたいと思いますのでどうぞね是非その際はまた足 運んでいただければなというふうに思っておりますえー、また4月からもね別の作品リアクションさせていただきますのでえー、そちらで気になったものはあったらまた一緒に見てもらえればなというふうに思っておりますえー、というわけでね最後まで今回ご視聴していただき誠にありがとうございましたえー、また別の作品でもしくはまた次のね3期でお会いしましょう以上動画ぶとつがお送りしましたバイバイ